風水害にも種類がいろいろありますが、中でも台風はある程度進路を予測することができます。台風がやってくることが分かったら、まずは気象情報をチェックしましょう。テレビやラジオ、スマートフォンのアプリを使って自分の住んでいる地域には雨がどのくらい降るのか、風がどのくらい吹くのか確認しましょう。台風に備えて家の周りを点検します。風で飛ばされそうなものは家の中などに片付けておきます。また浸水しそうな場合は、食料や服、写真など大切なものは家の中の高いところにしまっておきましょう。台風が来る前に済ませてしまいましょう。大雨の時、よくテレビで放送される警戒レベルとは何でしょう。警戒レベルとは、国や市が発表、発令する避難についての情報です。レベル1では、避難をしなければならないかもしれないなと避難の心構えをします。レベル2では、ハザードマップを確認して避難の方法を考えます。レベル3では、いよいよ避難の開始です。お年寄りの方や、お腹に赤ちゃんのいるお母さん、体に障害を持っている方など、避難に時間がかかる人は、このレベル3で避難が必要です。レベル4では、危険な場所にいる人は全員避難をしなければなりません。このレベル4までに危険な場所にいる人は必ず避難をしてください。レベル5は、すでに災害が起こっている。もしくは、今にも災害が起こってもおかしくない状況の時に発令します。危険な場所にいる人は、命を守るためにできる限りの行動を取らなければいけません。レベル5が発令された時点では、すでに危険な状況になっているのです。必ずレベル4までに避難をしましょう。それでは、避難をするとき、どんなことに注意すればいいでしょうか。まず、靴は運動靴を履きましょう。長靴は中に水が入る可能性があり、歩きにくく転んでしまうことがあります。次に、川や崖には絶対に近づかないでください。大雨の時は川の水が増えて、溢れた水に流されてしまう危険があります。崖も土砂崩れが起きる可能性があるため、近づくのは危険です。そしてマンホールには十分注意してください。道が水に浸かっていると、マンホールの蓋が開いていても気がつかず、足を取られて転んだり、中に落ちてしまう危険があります。このように避難するときにも、自分の身を守るための注意が必要です。それではクイズです。避難の情報は警戒レベルで表されます。画面の中の四角に入る数字は何でしょうか。答えをアンサーシートに記入してください。